にちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。7月の19日、もう夏休みなんですかね。今日が、まあ、3学期制ですと終業式で、明日土曜日で、そのまま夏休みになだれ込んでいくのかなという、もう夏本番というところです。で、3学期制の1学期が終わったということになると、大体ですね、内申点というのが、まあ、大体もうほぼほぼ決まったよねということになってきますので、高校受験を控えている方、中学3年生の方ですね、もう手持ちになってしまった内申点を基準に、どの辺の高校だったらいけるのという話になっていくんだろうなというところなんですけれども、そういう夏を迎える前にぜひ特に上位層は気をつけてねということで、以前ですね、画面に出てますけども、浦和一女、川越女子等と、上位層の、高校のですねボーダーライン、今年の春どうだったのというお話を差し上げましたけれども、もう少し下までやってよというご意見ありましたので、とは言いつつもですね、もう少し下というのが微妙で、もう少し下までやろうとすると、サンプル数が少なくなっていってしまう。そのサンプルを出してくれているのが大手の、学習塾というところもありますので、階層になれば階層になるほど、大手の学習塾に通っている方が、少なくなっていってしまうというところがありますので、あまり信憑性のない数字になってしまうよねというところもありつつなんですが、一方でですね、偏差値60を下回ってくると、大差ないと言ってしまえば大差ない、話になってきてしまうので、ですので、ご自身が行きたい高校、文化祭を見るのか、説明会を聞きに行くのか等々で、しっかり目標とする高校はご自身で選んできてねになってしまいますよというお話につながっていく部分がありますよというところですね。で、もう一方でというところなんですけれども、じゃあ偏差値50と偏差値60でどれほど違うのよというところですね。その話を今日はしていこうと思います。で、その一つ目というところで、大宮北高校ですね。こちらが大体ですけれども偏差値60ぐらいというところです。ですので、偏差値60ぐらいの高校に合格するためには、このぐらいの基準になりますよという、代表例というところでお聞きいただければなと思います。で、大宮北高校の学習の記録の掛け率ですけれども、中1が1倍、中2が2倍、中3が3倍ということで、学年が上がるにつれて内申点の重みが大きくなりますよという高校です。で、二次選抜ではここの学習の記録を合計したものに対して 0.614 倍ですか、約4割引きぐらいな形で内申点を圧縮して、で、当日の試験の得点とですね、合計をして、合否を争いますよという高校です。で、実際の、得点、今年の春の受験者の、その、大手の塾で公表している、合格者の、得点なんですけれども、一番低い方がこちらですね、422点、というところで合格を勝ち取っています。で、その方の内申点が、148.657 ということですので、それを、これですね、0.614 と、1倍、2倍、3倍で、割り戻すと、安心できる内申点のところに入れたんですけれども、約40点ということになります。で、当日の得点が274点で合格してますよねということになると、ここがギリギリのボーダーラインという仮の設定です。この方よりもさらに低い点数で合格した方いるかもしれないですけれども、その大手の学習塾で公表している中では、この子が最低だったよねということで、仮のボーダーラインということで、こちらですね、40.3 の内申点で274点の当日の得点で、ここで白ですので合格ということになりますけれども、ここから内申点が下がっていくとどういうふうなことになるのというところですが、オール4の36ぐらいですか、そうするとオール4だと290点取れれば合格だったよねということになります。で、さらに下がって33ですから、オール4から、さらに
に3ぐらい、かけてしまうところでも300点どころの勝負だったよねということがここから見えてきます。でこの中でですね、一番内申点が低かったお子さんというのがこちらですね、111点ということですので、そうすると内申点割り戻すと大体30ぐらいですか、30ぐらいしか内申点を持たない状態で受験に行って、当日348点を取ることによって合格できましたよということですので、まあこのグラフですと30点ぐらいですと、まあこの辺ですか、でこの辺ですか、で合格をしたよというところで、まあ白に入れたよ、赤に、入ることはなかったよというところで合格を勝ち取りましたよということになってきます。合計点で見ると459点ですので、この、一番低い422点のお子さんと比べて、はるかに上にいる状態で合格できましたよねということになります。でこれが大宮北高校偏差値60の高校の、まあ状態なんですけれども、大宮北高校の場合には学校選択問題採用校ということですので、学校選択問題を解いて、まあ大体300点どころ、オール4をかけるような状態、ですのでオール3よりもちょっとだけ上というところで考えていただければ、オール3よりもちょっとだけ上の内申点しかないと仮にしても、300点を超えるところで勝負ができれば、偏差値60と言われる大宮、北高校には合格できるかもしれないよねというところなんですが、一方ですね、岩槻高校が、偏差値的には50ぐらいというところです。で同じような、表で、計算しているんですけれども、こちらはサンプル数がだいぶ少ないので、ボーダー的にはもうちょっと下かなというところではあるんですけれども、同じように計算をして、内申点が30ぐらいで、当日点が300点で合格というところですので、ただ内申点の重みが、大きくなっていきます。二次の掛け率が1倍ですので、そのままですね圧縮せずに、内申点重視で選抜していきますよというところですので、この傾斜が急な形で、階段状になっています。で、まあ、オール3の3区27ですから、まあ、この辺ですか。で、320点どころというところになるんですけれども、こちらは、学校選択問題ではなくて通常の問題で、320点どころで、こちらサンプル数が少ないのでここまで高くないよねというところを考えても、まあ大体300点どころが勝負ラインになってくるんじゃないのということになってきますので、そうすると先ほどの偏差値60の大宮北高校で300点どころが勝負だよね、で岩槻高校になったとて300点どころが勝負だよねということになっていくと、オール3よりもちょっと上ぐらいのお子さんは、じゃあ何が違うの、偏差値50と偏差値60の何が違うのというところになってくると、学校選択問題に挑戦する意気込みを持って、この夏休みを過ごし、秋から受験までの、日程を過ごせるお子さんなのか、そして、300点どころ、学校選択問題で300点どころを目指して踏ん張れるお子さんなのか、岩槻高校のこちらですね、学校選択問題は嫌だよということで、通常問題を解いて、まあ、300点どころで勝負をするお子さんなのかというところですので、結局のところ偏差値云々、あるいは学習の記録、内申点ですね、云々というよりは、ここから半年間で、どこまで頑張れるお子さんなのかというところに尽きるのかなという気がします。ですので、中学3年生の段階で、もう学校選択問題は嫌だよということで、まあ、合格しやすい高校を選ぶのか、上の高校、少しでも上の高校を目指すんだということで学校選択問題にチャレンジしていくお子さんなのかということで、大きな分かれ道がもしかしたらここにあるんじゃないのかな。で、それが3年後の、大学受験というところに なった時に、選べる大学の違いというのが、さらに4年後ですね、就活の時に学歴フィルターと言われるところにつながっていく、ということなんじゃないのかなというふうに考えると、ただ単純に学力云々というよりは、ちょっと上を目指して頑張るお子さんなのか、そうじゃないお子さんなのかというところが中学3年生のところで、
分かれ道になっていて、で、それが最終的には学歴フィルターと呼ばれるところにつながっているんじゃないのかなというのが、この辺から見えてくるところです。でそうは言ったって学校選択問題で300点なんて取れないよ、難しいよという、中学3年生のお子さんいると思うんですが、学校選択問題で、問題が変わるのは数学と英語だけですよね。ですので、数学と英語、学校選択問題を解くことに、学校選択問題に挑戦することによって数学と英語で40点ずつしか取れないよということだと仮にすると、そこから引き算すると、国語と理科と社会で75点ずつ取れば300点の勝負ができるということになるので、はなから学校選択問題は無理という形で、横へ置いてしまうのか、じゃあ学校選択問題を選んだ時にどういう戦い方が自分にできるのか、例えば国語と理科と社会だけは70点を確実に取れるようにしようねというところをまず目標にして、で、学校選択問題で難しい問題を解かなければいけない、数学と、英語については45点ぐらいを目標にすれば、なんとかなるんじゃないの、じゃあそのためにはどういうふうにすればいいだろうねということで、夏を迎えるということができるお子さん、できないお子さんの違いなんじゃないのかなというふうに考えることも、できると思います。でさらに一方でなんですけれども、浦和商業を見てみると、もう倍率も出ていないですし、サンプル数もやたらと少ないので、合格したお子さんがですね、内申点29で298点で合格しているというところです。で、もうこちらの真っ赤になっちゃったところは、当てにならないボーダーラインということになってくると思うんですけれども、内申点が29ということは、27でオール3ですか、オール3よりもちょっと上というところで、結局、300点どころで、勝負をしなきゃいけないよねということになってきます。で、こちらは2次の掛け率が3倍ということで、内申点を、大幅に、膨らませてですね、当日点と合計してくれるということですので、内申点が、まあ、28、29ぐらいあるお子さんであれば、当日点300点をかけるところでも、合格が勝ち取れるんじゃないのかなという高校です。ですので、大宮北高校、まあ、偏差値60ぐらいの高校へ向かって、学校選択問題をいかに攻略していくのかという姿勢のお子さん、あるいは、浦和商業のように、将来の就職、あるいは商業高校枠を使って大学を目指すんだという、将来設計を選ぶというのも一つの手だと思うんですけれども、そのどちらでもなく、ただ学校選択問題は嫌だし、今、頑張って上の高校を目指して、ガリガリ勉強するのも嫌だ、で、とりあえずは普通科、あるいは普通科っぽい、高校がいいよねというところで安易に選んでしまうという3つの選択が、もしかしたらあるのかな、それが、偏差値50から60ぐらいの間にいらっしゃるお子さんなんじゃないのかなということを考えると、私がおすすめする方法としては、上を目指して頑張ってね、でお父さんお母さんもそれに対して応援してねという一つの道と、将来まで考えて、就職まで考えて、自分にはこちらの方道の方が合ってるから、ある意味簿記ですとかそういった形資格等々を目指して、商業高校へ行くんだというのはおすすめできることなのかもしれないですけれども、そのちょうど狭間で、岩槻高校だけを、とやかく言うつもりはないですけれども、偏差値50ぐらいで、学校選択問題を避け、大学進学というところはあまり考えずに問題を先送りしていくという選択になってしまうのは、一番不本意な選択というか不本意な受験学年を過ごしてしまうことになるんじゃないのかなというのが、この、人数的にも多い偏差値50から60の間にいるお子様、あるいは、そういう
お子様のいらっしゃるご家庭なんじゃないのかなというところになっていくと思いますので、ぜひこの、50から60の間の、お子様を抱える、ご家庭ではですね、ぜひ情報集め、をしていただいて、でお子様にどんな道が合っているのかというところを、お子様とよく話し合っていただくというのが、この受験学年を、有意義に過ごす一番の道な、道というか近道というかいい方法なんじゃないのかななんていうふうことを考えています。ぜひ参考にしていただいて、ご検討いただければなと思います。では今回のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。